ファビアン・デルフは、イギリスブラッドフォード出身のサッカー選手。プレミアリーグのエバートン FC に所属している。ポジションはミッドフィールダー。ブラッドフォードシティのユースチームでキャリアをスタートさせる。2006年に兼ねてから、デルフに注目していた、リーズ・ユナイテッドから奨学金の付与を受ける条件で、移籍し、2年契約を結んだ。リーズ移籍後は、 学業の傍らでサッカー選手としてプレーするも加入シーズン後にはフットボールリーグチャンピオンシップからフットボールリーグ1へチームは降格してしまった。デリフ自身もシーズン中と翌シーズンも続いて出場機会はほとんど得られなかった。2008から09シーズンはリーグ戦で42試合6得点と活躍し、 U-19 と U-21 イングランド代表から同時期に招集がかかるなど注目を集め、エバートンやマンチェスターシティなどが獲得に興味を示しているとの報道がなされるようになった。2009年8月にオファーの中からアストンビラへ移籍を果たし、2009から10シーズン開幕戦のウィガンアスレティック戦でスターティングメンバーとして出場し、デビューを果たした。 2012年1月には1ヶ月の期限付き遺跡でリーズに復帰した。2015年7月17日にマンチェスターシティ FC へ完全遺跡が決定した。イギリスメディア BBC によると、同年1月にアストンビラとの契約を延長したばかりだが、契約解除の違約金が800万ポンドに設定されていた模様で、 マンチェスターシティはホームグローンの選手を比較的安値で獲得するに至った。シティ席後は怪我などもあり、出場機会が少なかったものの、2017から18、シーズンには負傷離脱した、新加入選手バンジャマンメンディの穴を埋めるべく、監督のペップグアルディオラによって、LSB として起用されるようになった。最終ラインからのビルドアップができる SB として、 チームの快進撃を支えた。最終的に移籍後最多の22試合に出場し、クラブの4シーズンぶりのリーグ優勝に貢献した。2019年7月15日、エバートン FC と3年契約を締結した。ありがとうございます。